コンクルージョン。おはようございます。コモチャンネルのコモリボードです。メガバスからはですね、ちょっとこの間会社の方に行ってきた時に伊藤社長から、まあプロジェクト、V だったかな、プロジェクト Z と SNS で見ました。あれ、はい、なんか二人でなんか笑顔で なんかすごいプロジェクト動き出すぞみたいな SNS 見たんですけど。そうですね。まあスピナーベイトとクランクベイト、これをまた新しく作ってまして。言っちゃって大丈夫なんですか？言っちゃって大丈夫ですよ。まあいつ発売するかどういう形になるかまだ全然ビジョンとして決まってない。ただ伊藤社長が自分が、まあ、クランクベイト、ルアーをいっぱい作ってきて、クランクベイトに対して自分が考えていることを小森さんに、伝授したいって言ってくださいまして。で、釣り場まで行って、実際泳いで、こうやって巻いたらこうやって泳ぐでしょ、こうやって巻いたらこうやって動くでしょ、こここうしたらこうなるでしょっていうのも一から全部。あ、リップがこうだからこうなんだ。そうですね。まあ基本的なことは僕も分かってるので、その好きなクランクベイトっていうのは、まあ基本的にはボーグリングと、ロールとボーグリングっていうその2つのアクションのバランスできてるんですけども、そのバランスを、まあ僕はここローリングに寄せたいってところ、それをボーリングでその魚を釣る方法があるんだと。そういったことを、まあ教えていただいて、それをルアーに乗っけて、より僕の行ってるフィールドに合わせたルアーっていうのを作っていこうってことで、で話してくださいまして、特にスピナーベイトがやばかった。スピナーベイト、はい、どっからどう見ても普通に見えるスピナーベイトなんだけど、はい、スピナーベイトの基本のスピナーベイトの全てが詰め込んであって、なんでこのスピナーベイトがいいと思うかっていうのを徹底して話してくれたんですよ。普通のスピナーベイトでしょ、見た目でもここがこうなんだよ、ここがこうなんだよ、ここがこうなんだよ、聞いてるうちにあれね、次回で聞いたら僕ユーザー買っちゃいますね絶対。結構最近はやっぱもう形が決まっちゃってるんで、気をてらったようなギミックが、まあメガバスも含めて結構ギミックがどんどん膨らんでいったようなスピナーベイトが最近多くなってきてると思うんですよね。ここが曲がるとか、ここがこう、それじゃなくてもオーソドックスなザ・スピナーベイトみたいなのを再度再構築していくみたいな。僕もスピナーベイトはオーソドックスなザ・スピナーベイトって形が一番釣れると思ってて、完成しちゃってると思ってるんですよ、はい、いろんなメーカーがいろんなことをギミックを入れていっても、はい、それは多分使いづらくなるだけで実際超過につながらないと思ってたんですね、はい、その例えば深いレンジだけを狙いたいとか、あるいは物に当てるだけを狙いたいっていう時だったらギミックっていうのは効果あるかもしれないけど、トータル的にどういうシーンでも投げれるスピナーベイトっていうのはやっぱり基本な形なんです、はい、ただ基本だからこそここだけは譲れないっていう部分をいくつか盛り込んであって、なぜスピナーベイトが基本な形が釣れるのかっていうところから、これこそがスピナーベイトだっていう形まで、そこに至る全てを教えてもらってきました。そしてそれは多分商品化されます、ね、今言える範囲。いやまあ簡単に言ったらスピナーベイトってよく使ってて、投げてバーンって入っても倒れません、はいはいはい、スタッフ中にバンって立てば倒れません、はい、倒れてから立ち上がるのは結構時間かかりません、はい、そういうスピナーベイト多くないですか。それって釣れないスピナーベイトですよね。釣れないスピナーベイトほどその倒れてる時間が長いですよね。あるいは、はい、早巻きしたりよくなっちゃいますよね、はいはいはい、そういうバランスだったりとか、あとはアームの長さ、フックの大きさ、これ以上言っちゃうと多分僕はそこら辺を全て凝縮した何かすごいのが、まあ、今後、まあ、テストとか、はい、小森さんのテストとか実際にトーナメントでちょっと、はい、いろんな過程を得て我々エンドユーザーもそのうち見れるかもしれない。そう、ほぼ伊藤社長の頭の中にあるんですよ、はい、ただ現状のフィールドは僕の方が知ってるからその辺をつなぎ合わせて釣り合わせて、はい、で実際今のフィールドで一番釣れるものを作ってもらおうと。すごいプロジェクトです。だって、まあ、すごいですよ。話を聞けば聞くほど本当にルアーのこと、僕はルアー作る側じゃない使い手だって、はい、いつも言ってるんですけど、使い手としてああそういう感じなんだって、そこでこうだからこうなんだっていうのを本当に細かく説明してくださるんですよ。行けば疑問点は全部解決してくれます。で現場でもうヤスリとペーパー使ってババーンってこうコンマ何ミリ削ったからちょっとやってみて、これ0.2g 超えてましたから 0.2g ですよ、明日からどうなったって聞かれたら僕正直分かんないですよ、ね、でも社長は分かるんです。違うよ、これもう一回やってみてよ、ほらね、ちょっと
違うけど、この違いがちょっと出るんですか、出る、この違いのために俺は何週間でもやるんだよって言ってくださって、まあ、それを実際目の前に何回も見せてもらってるんで、いやこれすごいものができるんだなっていう、使い手として言いたいことを言ってこようと思ったから、それを形にしてもらおうと思ったんですよ。勝手な印象ですけど、小森さん本当忌憚なく全部全部言いますもんね。その小森さんなら全部言うスタイルとそれが形になっていく神の手が合わさったら、それはなんか面白いすごいのができちゃいそうなんですよね。まさに神の手ですか。それのスタートアップのやつがちょっと SNS に上がってたんですね。はい、もうプロジェクトスタートしてルガもある程度出来上がってるんで、まあ、ここまでならっていう感じでその見せてくれて、はい、まあ、僕は全部見てるんですよ、はい、でもこういう感じでやっていくよっていうのを見せてもらって、そのそれに至るまでのコンセプトを全部引き継いでくれたんで、はい、だから G クランクから始まってるんですよね、はい、メンバーさんクランクって、はい、その G クランクを作った時に自分がどういうことがしたかったかっていう世界をもう一回再現したいんだっておっしゃってましたね。スピナーベイトもそうです。 V フラットから始まってる、はい、その2つのルアーがメンバーさんの原点だから、はい、そこをやっぱり完成形にしたいっていうとか、はい、コンクルージョンしたい、コンクルージョン、あー来ましたね、後ろにこれ書いてあるんですけど、これがコンクルージョンです。というわけで、あの、はい、まあ、釣り子 TV はね、今日も本当初めてこのお部屋に来ることができたんですけども、はい、例えば小森プロのやられてる YouTube チャンネルでこの後ろのボードを使ってですね、はい、そこら辺の、いろいろ小森ボードっていう面白いコンテンツでいろいろ説明とか、はい、秘密情報とか一番最速で出てきますんでね、それちょっと突っ込んだ祭りになりますけどね、はい、最速というよりも本当にマニアックな、はい、はい、その疑問に思った人がさらに突き詰めて疑問に思うとかを解説していくかなっていう感じでやってます。これは今釣り子 TV で上げてますけども、はい、小森プロの YouTube チャンネルもですね、ぜひですね下にリンク欄を貼っておくので、そこからもすぐ飛んですぐ登録してですね、超マニアックな小森プロが見れますので、はい、よろしくお願いいたします。小ネタしてますけど、小ネタには突っ込まないでください。というわけで本日は、というわけで本日の釣り子 TV は、はい、メガバシストの、小森釣り子プロにいろいろなメガバスにまつわるお話を聞く、こういう、お話でした。釣り子 TV でした。ありがとうございます。勝手に締めちゃいましたけど、釣り子さん、はい、夜中の2時半なんですけど、あとじゃあ3本撮りぐらい、3本ぐらいやりますか。あと3本、だいぶ眠たくなってきてお腹空いてきました、ね、いやもうちょっともうせっかくのチャンスなんで、はい、この部屋にあるですね、これ映していいんですか。映さないでください、あんまり。あの辺のパッケージとかほらもう全然黄色くなかったりするものが見えるからダメですよ。これやっぱりね、ちょっとやばいこと、いろんなものがあって中にはダメだよっていうものもあるんで、こもりモードでは基本的にこの辺りの視点しか映ってないんで、部屋が狭くて汚いっていうところは出さないでください。いやいや、奥にすごい広大なリビングルームと超巨大なですね冷蔵庫とかすごい余裕だと。冷蔵庫は確かにでかいかもね。こういうことです。特徴はね、盾が一つも飾ってないところですね。あ、数々の戦歴の盾が。僕盾とか飾らない主義なんですよ。じゃあ今日お土産もらって帰って大丈夫なんですか。帰るってもいいんですけど、はい、だいたい誰かにあげちゃったりとか、どこにあげちゃったりしてるんですけど、でもそうですね、はい、時田ボートに行くとすごい主要なタイトルの、はい、あれを飾ってあって、そうですね、はい、なかなかね自分で飾るとキリがないし、はい、最初の頃は、はい、取った盾を飾ったら、はい、次の盾が取れなくなるかもしれないと思ったから、はい、ジンクスでしまっといたんですよ。でそうこうしてるうちにも飾れないぐらい取っちゃったっけ。飾る部屋を借りなきゃいけなくなってしまったんで、年間タイトルとかだと思って、あれもらえるんですか。あれは、はい、あの巨大なものを家に3個もあったらもうそれだけで1部屋埋まっちゃいますね。ですね、まあなので盾は飾ってないんですけど、まあ、でも2020はちょっとまたあれ4度目のダッシュに向けて、子守一派としてはみんなで応援してますので、この部屋からこのボードの裏に、はい、作業テープがある、はい、まあ、ルアーね、これちょっとだけ見せてみたら、はい、LED のものとね、あこういったの自分でちょっと、まあ、これはここ大丈夫、はい、これナックレ LED のものと、これは伊藤さんが削ったやつなんだけど、これに自分でちょっと、これから今製品版がもう売ってる、これ売ってるやつです、売ってるやつですね、はい、これ
これから出るやつじゃないですね。はい、これはマーク LD になってますね。あ、これプロトンの時です。目が入ってなかったし、ちょっとウエイトもまだ決まってないんですよ。これ大丈夫ですか。ちょっと、はい、これがプロトのナックル LD で、こう微妙に削ってこう微調整を、うわすごい、なんかいろいろ変えて、まあ、これ LD のジュニアですけどね、はあ、あのルアのオリジナルサイズのものなんですけど、まあ、こうやっていろいろ上とか書いてあったり、重さ変えたりして、はあはい、まあ、その違いをいくつかこうやって作ってきてくださるんですよ、はい、やるときって、はい、あ、そっちもこれも、はい、同じ板ですけど、ウエイトが違いますね。ウエイトが、あ、これすごいですよ。こういう感じで、ほんと細かい微調整、微調整で。僕がハイピッチのスクエアリップのクランクベイトが欲しいって言ったら、はい、これを作ってきてくれて、年に2日テストをした中で、はい、一番自分がチョークが出せると思ったものを製品化してもらったっていうのがなんかすごいですね。でも、ここら辺、こんだけ細かくやり込んで、はい、で、実際のトーナメントで試したりして、ね、で、ようやく GO が出て、はい、そんで我々が変えてるんですね。そしてリップはちょっと自分で切ったりもしてますけどね。これすごい歴史的仕様ですね。はい、こういうことを、まあ、裏の作業テーブル、リップもほら違うじゃないですか。はい、ちょっと僕の好みで最後ネロネロって動きを書いてもらったんですよね。はい、水をこっから逃がしてあげたので、はい、こういったことをやって、まあ、作っていってるんですけど、はい、その作業テーブルがこう裏にあって、はい、まあ、また機械がですね、この作業テーブルで作業してるとか、はい、見られてなんかこうやって作ったりしてるんですけどね、これも。あ、はいはいはい。はい、はい、ここで自分で作ってるんですけど、はい、まあ、どういったのがいいのか、でこれはあくまでもテストですよ、はい、僕はこんな完成したもの作れないから、はい、これは適当に売ってる積み立ての作るキットで作って、はいはい、それをまたこうメガホさんにフィードバックしてもらうみたいなことをやってます、はい、まあ、もちろん自分で作れるものは自分で作っちゃうし、はい、あと改造なんかもいっぱいしてますし、はい、ここはまあちょっとオードル裏に秘密が、ちょっとここは映せないとこ、ね、これ全部効果ばっかり、全部そういう秘密が入ってる、はい、これまたまたまたです、ね、一生のうちどっかで1回ぐらい見せましょう。まあまあそうですね、あの小森さんがいよいよあのもう死ぬって時にですね全部出してもらえれば、はい、ありがたいなと思いますけども、フリールなんかもこの後ろで、まあ、もちろん GPI さんでチューニングしてもらったやつをここで自分でやったりとかしてて、ボールベアリングとか大量にも転がったりしますよ。チンカーを変えてみたりとか、はい、フロックの、意外とフロックなんかやってますって言われて、はい、小森さんあんまりフロックとかやらないですよねって簡単に言ってくる人いるんですけど、はい、やってますから大体全部の釣りやるんでこういうのやってます、はいはい、これ便利です。磁石くっついてるので、さらとまあそれはまたいつか見せていきたいと思います、はい、すいません夜分遅く、はい、じゃああとこの後一回止めて、まあ、止めて寝て5本ぐらい撮ってきますんで、5本撮るよろしくお願いしましょう、はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。